バスカビル家の犬は、アーサー・コナン・ドイルによるシャーロック・ホームズシリーズの長編小説の一つ。バスカービルの魔剣などの役代も用いられる。ホームズの長編は4作あるが、この作品だけが二部構成をとっておらず、また、登場人物の過去の因縁話が絡む、箱物語形式もとっていない。小説の舞台となった、ダートムアの沼地口から炎を吐く。 という魔剣の伝説が伝わる符号のバスカビル家で、当主のチャールズ・バスカビル教の死体が、屋敷の敷地内の工事で発見された。死体に暴行を受けた後はなかったが、その顔は苦痛に歪んでいて、表向きには心臓発作による病死と発表された。だが、教の死体のそばには、巨大な犬の足跡が残されていた。ホームズは、事件の調査を、チャールズ教の主治医であり、 友人でもある、モーティマー博士から依頼される。妻を亡くし子息のいない、チャールズ教の正当な後継者は、チャールズ教の老いにあたる、若きヘンリー・バスカビル教ただ一人である。しかし、モーティマー博士に伴われて、ロンドンにやってきたヘンリー・教のもとに、バスカビルの屋敷へ赴くことを警告する、謎の手紙が届く。ホームズは、ロンドンで別の事件に携わる必要があるといい。 ワトスンだけが、モーティマー博士に同行して、ヘンリー教の客人として、屋敷に招待された。ヘンリー教の屋敷での、異彩ありげな執事のバリモアとその妻の様子、最近監獄から脱獄した男、セルデンが近くに潜んでいること、近所に住む、昆虫学者のステープルトンとその美しい、妹ベリル嬢の行動など、ワトスンは、見聞きしたことをホームズに向けた手紙や自らの日記に、 つづる。バリモアとその妻が夜間にろうそくを灯して振り回すという不審な行動の理由はなぜなのか、凶悪な殺人犯セルデンがなぜこの地を去ろうとしないのか、ベリル城はなぜワトスンや彼女に求婚するヘンリー教にこの場所から立ち抜くよう懇願するのか。そしてワトスンが湿地帯ではっきり聞いた恐ろしいうなり声は魔の犬の方向ではないのか。 やがて、脱獄者セルデンが、バリモアの妻の実定であることが判明した。ろうそくを振り回していたのは、合図を送るためだった。さらに、それらの誰でもない未知の男が近くの古代遺跡に潜んでいて、毎日少年に食料を届けさせていることを、ワトスンは聞いた。その未知の人物の正体を確かめようと決心した、ワトスンは、遺跡へと続く丘を登り、 男が潜んでいると思われる石室を訪れた。その中には、毛布や台所用品、缶詰などがあり、確かに人間が生活しているようだ。さらには、ワトスンの行動を記したメモも見つかった。自分が見張られていることにワトスンは驚く。背後に、人の近づく足音を聞いたワトスンは、物陰に身構えて、ピストルを構えた。すると聞き慣れた声がした。夕焼けが綺麗だよ。 ワトスン、出ておいで。この地方の旅人という格好をしている男の顔は紛れもなくシャーロック・ホームズだった。ホームズは手下の少年カートライトを通じて独自に調査を進めていたのだ。ワトスンがロンドンに送った郵便もカートライトがここに転送していた。ホームズはこれまでに分かったことを話した。ステープル島は結婚していてその相手は妹と称している。 ベリル状だということを。その時、男の叫び声と犬のうなり声が聞こえてきた。すぐに、現場へ駆けつけると、そこには、ヘンリー教が死んでいた。落胆するホームズとワトスン。だがその死体を、よく見たホームズは、げがあると言って笑い出す。死体は、ヘンリー教の服を着た、セルデンだった。ヘンリー教から服を譲ってもらったバリモアが、それを、セルデンに渡していたのだ。 魔剣は服の匂いを嗅いでヘンリー教だと思ってセルデンを襲ったのだろう。ホームズは魔剣の飼い主はステープルトンだと断言した。ヘンリー教の屋敷を訪れた二人はセルデンの死について説明したが、その途中でホームズの目は壁にかけてあるバスカビル家の先祖たちの肖像画に釘付けになっていた。それらを見たワトスンも気づいた。 肖像画のうちの一人から帽子と髭を取れば、ステープルトンと、そっくりだった。バスカビルの血を引くステープルトンは、ヘンリー卿を殺害してこの家を乗っ取ろうとしている、ことを。ホームズは、ヘンリー卿に対し、招待されているステープルトン邸での夕食の時は、着いたらすぐに馬車を戻し、夕食が終わったら一人で歩いて帰ってくることを、求めた。ホームズは、ワトスンと共に、 ロンドンへ帰ると言った。駅に着いた二人は、ロンドン警視庁のレストレード警部の到着を待ち、ロンドンへは行かずに、ステープルトン邸へ向かった。そして近くで張り込んだ。食堂には、不思議なことに、ベリル嬢の姿がなかった。ヘンリー卿は荒野を歩いて帰ることを考えているのか、心配そうな顔をしていた。そのうちに、ステープルトンが裏口から出て、物置で何かをした。 夕食が終わり、ヘンリー卿は帰り道を歩き出した。ヘンリー卿の後を何か大きな動物が追ってきた。それは口から火を吐く巨大な魔剣だ。目の前を駆け抜ける犬を追いかけるホームズたちだが、その速さに追いつけず、魔剣はヘンリー卿に飛びかかった。気絶するヘンリー卿。ホームズたちは何発もの銃弾を打ち込んで犬を仕留めた。犬の口にはリンが塗ってあり、 それが発光して火を吐くように見えていた。ヘンリー卿は無事だった。ステープルトン邸に戻った一行は縛り付けられているベリル城を助け出した。ヘンリー卿を襲うのを止めさせようとして縛られたらしい。ステープルトンが向かった先は犬を飼っていた小屋がある湿地帯だという。ワトスンが湿地帯で聞いた魔の犬の方向もそこから出されたものに違いない。 ベリル城は小屋に行くためのルートは一つしかなく、そこを外せば、そこなし沼に落ちてしまうという。ホームズたちは、ステープルトンの後を追いかけたが、彼の姿は見つからなかった。作品と同時代のプリンスタウンの牢獄の様子モーティマーが、ホームズの部屋に置き忘れたステッキに、1884と年号が刻まれており、それを5年前と言っていることから、 事件が起こったのは1889年と考えるのが自然である。だが、1889年はワトスンが結婚生活に入っており、ホームズと同居していないため矛盾が生じている。またホームズはかなりの著名人となっているが、現実の1889年までに公表された作品はヒーローの研究のみである。 研究者によってこの事件の発生年はまちまちであり、1886年から1900年までいろいろな説が出ている。1901年3月、ドイルは、チョーチフスの後遺症で悩まされ、ノーフォーク州クローマーで療養していた。その時に、ボーア戦争で知り合ったジャーナリストの友人、バートラム・フレッチャー・ロビンソンと再会し、ロビンソンの出身地ダートムアの黒い魔剣の伝説を、 聞いた。この伝説に着想を得て書き上げたのが本作である。このため本作の冒頭にはロビンソンへの拳字がある。ドイルは当初ロビンソンとの協調として、ホームズとは無関係の作品を書こうとしていたが、ロビンソンは協調を辞退した。そこでドイルはこの作品に登場させる主役を考案し、ホームズを主役とする案を思いつく。この案には1893年に、 最後の事件でホームズを死亡させているという問題点があったが事件の発生年月を最後の事件以前にすることでホームズを主役とする作品として書き上げることにした。ドイルはストランドマガジンの編集部に戦後につき100ポンドの原稿料を要求しそのうち30%をロビンソンに渡している。この原稿料は従来の倍額であったが これはホームズを再登場させたからという理由であった。ホームズが潜伏したというグリムズ・ポンドの炎上巨石列中作品自体の人気に加えてダートムーアの景観を描いた気候文学的要素や火を吐く魔剣といった題材が好まれてか、ホームズものの長編の中でも映像化された回数は多い。どの作品も大幅にストーリーが省略、改編されていて、 主要なキャラクターが登場しないものもあり、完全映像化されたものは、未だない。1939年の20世紀、フォックス制作の映画は、ベイジル・ラスボーンが初めて、ホームズを演じた作品である。当時まだ、ラスボーンのホームズ役に会議的だったフォックスでは、彼でなく、魔剣を宣伝ポスターの中心に据えるなどしたが、その後百四十六年まで十四本が、 制作される人気シリーズとなった。1959年のハマンフィルムプロダクション制作のイギリス映画バスカビル家の犬ではホームズをピーター・カッシングが演じた。カッシングがもともとホームズファンだったこともあってその演技は絶賛された。ハマプロは回帰映画で知られた映画会社であり作中の演出の随所に回帰映画的味わいが見られる。なお同作で ヘンリー・バスカビルを演じたクリストファー・リーは、後にシャーロックとマイクロフトのホームズ兄弟を両方演じることになる。1980年代からはテレビ向けの映像化が多い。1983年アメリカ製作のビデオドラマ版では、コナンドイルの事件簿でホームズのモデルジョゼフ・ベル博士を演じたイアン・リチャードソンがホームズ役である。 上記の2作品では普通の犬だった魔剣が輪行のエフェクトを加えられて禍々しいイメージに仕上がっている。ジェレミー・ブレッドがホームズを演じたシャーロック・ホームズの冒険の映像化は1988年である。俳優のスケジュールでレストレードが登場せず主演のブレッドも残念がるコメントを残している。2000年にはカナダでマット・フルワー,ー主演でドラマ化された。 原作とはガラリと変わった、上舌なホームズ像を演じた。2002年にはイギリスで、リチャード・ロックスバーグ主演で、ドラマ化されている。ホームズよりもワトスンが、主役に近い、描かれ方だった。魔剣は CG で、表現されている。2012年に放送された、ベネディクト・カンバーバッチ主演の、シャーロックのシーズンにエピソードに、バスカビルの犬、では、舞台が現代という設定もあり。 魔剣は軍事兵器の催眠ガス作用による幻覚という設定がされている。2015年放送の NHK の人形劇シャーロック・ホームズ第12.13回放送バスカー・ビル君と犬の冒険では幼馴染みのメアリー・モースタンと親しくする生徒の嫌がらせのためにジャック・ステープルトンが光る魔剣に変装して脅かしたという設定である。 2016年に放送されたジョニー・リー・ミラー主演のエレメンタリー・ホームズワトソン・イニ・ NY のシーズン4第16話キラードックではバスカビル家の犬から着想を得たエピソードと予告から宣伝されている舞台は現在で魔剣の正体は現代科学の域を結集した最新鋭の子足歩行ロボットという設定がされている映像化とは言えないが1970年代に 日本で劇画化されたこともある。ページ数の関係からか原作冒頭のモーティマー博士のステッキが彼からの手紙になっていたり、実際にダートムーア地方に赴くのがワトソン博士ではなく14歳の少年、カートライトになっていたりという少年少女向けの改編もいくつかある。作画は小室光太郎、出版元は学研。1899年に南アフリカで、 ボーア戦争が勃発。ドイルは1900年2月から8月まで野戦病院の医師として南アフリカで働いたが、この時、チョーチフスに罹患してしまった。河村美希をドイルとホームズを探偵する日経プレミアシリーズ2009年103から111ページ、東山あかね、バスカビル家の犬、シャーロック・ホームズ大辞典、小林司、東山あかね編、 東京道出版2001年594から596ページ青山豪商、名探偵コナン70巻ありがとうございます